ギルフォード伯爵ノース家の紋章ギルフォード伯爵はイギリスの伯爵位。過去に3回創設されており、現存する第3期は第2代ギルフォード男爵フランシスノースが1752年にグレートブリテン貴族として上されたのに始まる。首相を務めた第2代ギルフォード伯爵、フレデリック・ノース・イングランド貴族初代デンビー伯爵、ウィリアム・フィールディングの娘で、 アイルランド貴族初代ボイル主爵ルイス・ボイルの妻であるエリザベス・ボイルは、ヘンリエッタ皇太后の寝室女官を務め、1660年7月14日には一代限りで、イングランド貴族爵位、サリー州における、ギルフォード女伯爵に助せられた。これが、最初のギルフォード伯爵くらいの創設である。ついでチャールズ2世の側近集団コバルの一員である、スコットランド貴族初代、 ローダーデイル公爵ジョンメートランドが1674年6月25日にイングランド貴族爵位、ギルフォード伯爵に助せられている。これが2期目の創設だが、彼には男子がなかったので1代で廃絶している。3期目のギルフォード伯爵位は、ギルフォード男爵位を前身とする。第4代、ノース男爵ダドリーノースの次男で、法律家、庶民院議員フランシスノースは、 1683年9月27日にイングランド貴族サリー州におけるギルフォードのギルフォード男爵に助せられた。そしてその孫である三代ギルフォード男爵フランシス・ノースは就職前にトーリー島の庶民院議員を務めた後1729年に就職して貴族院議員に転じ1734年には本家筋にあたる第6代 ノース男爵ウィリアム・ノースから、ノース男爵を継承、さらに1752年4月8日に、グレートブリテン貴族、ギルフォード伯爵に上された。その息子である二大伯、フレデリック・ノースも、トーリー党の政治家となり、就職前、ノース教の儀礼称号を使っていた頃の1770年から1782年にかけて首相を務めた。彼は、 アメリカ独立戦争中の首相として知られる。しかし同戦争の戦況悪化で議会の支持を失って辞職に追い込まれている。二大白の長男で三大白となったジョージ・ノースには女子しかおらず、1802年に彼が死去するとギルフォード伯爵は弟フランシス・ノースに継承された一方、議会賞修令上によって創設されたノース男爵は女子、 女刑による継承が可能なため両爵位は分離した。二大伯の末息子の五大伯フレデリック・ノースは、1798年から1805年にかけて、英業正論総督を務め、正論党の統治に当たった。五大伯が子供なく死去したことで、初代伯に遡っての分流フランシス・ノースが六大伯位を継承した。以降1 6年現在まで彼の直系によって、 継承され続けている。2016年現在の当主は、第10代ギルフォード伯爵ピアーズノースである。現当主ピアーズノースは、以下の爵位を保有している。初代伯から三代伯までは、上記のほかノース男爵を、従属爵位として保持していたため、爵位の法定推定相続人は、ノース教の儀礼称号で称されていた。ギルフォード伯爵が、ノース男爵を保持しなくなって、 以後も、残る、唯一の従属爵位の爵位名が、ギルフォードであるため、法定推定相続人は引き続き、ノース教を儀礼情号として称している。ありがとうございます。